原子力規制委員会は福井県の敦賀原発2号機の審査で原子炉建屋直下の断層の活動性が現状では十分に否定できないという認識を示しました活動性についてと連続性について今まあ両方あの審査の中で見ていただいていると思うんですけれどもあのいずれも明確なあの結論に至っていないというふうな あの状況でででよろしいでししいいょうかおっしゃるとおりでございます日本原子力発電が運営する敦賀2号機では原子炉建屋近くを通る断層が活断層でさらにこの活断層と建屋直下を通る別の断層とがつながっていると判断されれば廃炉になる可能性があります。 3日の定例会ではこの審査について途中経過が報告され建屋近くの断層の活動性や建屋直下の断層との連続性について現状では減電が十分に否定できていないという認識で一致しました。今後も引き続き減電側に説明を求める方針です。